パッシェンの法則は放電の起こる電圧に関する実験則である。ドイツの物理学者、フリードリッヒ・パッシェンが1889年に提出した。パッシェン曲線、ガス圧と電極間隔の積と火花電圧の関係平行な電極間で火花放電の生じる電圧 V はガス圧と電極の間隔の積の関数であることを示した。ここで P はガス圧、D は 電極間の距離である。火花電圧と PD の関係は、機体の種類によって異なるが、PD が12から11通る M の範囲で、火花電圧の最低値が見られる。この関係を図示したものを、パッシェン曲線と呼ぶ。火花放電は、電解で加速された電子が、機体分子と衝突し、機体を電離させることによって起こる。そのため、 機体が少なくなると衝突が起こりにくくなり、逆に機体が多くなると電子が衝突までに十分加速されにくくなるので、PD が大きすぎても小さすぎても必要な電圧は大きくなり、その中間で最低値を持つ。フリードリヒッパーション、ユーバーダイツームファンクニューバーガーングインラフト、ワサーストフーンとコレンスやバイハーシダナンドラキン、アーフォーダーリーシーパトンシャルディフレンズ。 アナランデアフィシック2736975ドイ10.1002アンドップ188億9273万505ありがとうございます。